キヨキヨハロー YouTube よろしくお願いします。出ました。なんと浦和レッズ所属宇賀神選手のグラウンドに来ております。よいしょ。宇賀神選手と牧野選手のタッグを組んだフットサル大会に来てます。なんかね、今日大会参加するんですけど、はい、やらなあかんことあるらしいんですよ。自問自答ですか。自問自答しといて。それは牧野さんがプロデュースするハルテンさんのヘアジェルをつけさせてもらえるん、試しで。それをつけて大会に出るという。俺たまたま今日持ってたわ。なんでやねんお前。え、100円かお前。たまに入ってるやんけ100円。じゃあこれじゃあ早速手に入っていいですか。おお、ええ、すげえ、毛柔らか。ドラクエの最初やん。どこまで来たんですか変態。本当によろしい。セットするところまでやっぱ見とかないと。すげえ粘り気、えぐいな。どれぐらいの量が適量か俺知らんねん。全部つけたことない。リアルにワックス派。俺めちゃくちゃワックス派。珍しいな。俺ポマード。めっちゃ珍しいやん。おい、 おい寿司の手水かお前。何だよ。寿司握ってるやん。ほらこうやってまず手なじまして。どうどう。うわ、めちゃくちゃ普通に僕ジェル愛用家としては、うん、なんか他のジェルと全然違うな。何これ。俺言ってること合ってるか分からんけど、ワックス感もあり。僕ワックスもつけたことあるけど、もちろんこのワックス感あるジェルみたいな。関川やないかい、ルーキーズの。タバコ一本くれ。そんなんちゃう。言わへん。そんなんちゃう。言わへん。何その髪型。え、普段セットしてるもん。うん、普段してるよ、ずっと。俺はもうもっぱらジェルよ。で、ずっとこのセットなの。うん、胸筋もだよ。薄カバンで河川敷よ。それで試合出ましょうね。これで出んの。そういう大会やろ。言ってそれを崩れないっていうのも大事やから。崩したら負け。じゃあこれでね、早速試合の方行きましょう。行きましょう。崩れたら負けですからね。はい、頑張っていきましょう。せこいやんそれは。はい、今日のチーム牧ひかのメンバーを紹介します。ということで日本代表辻本亮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 RWS ドリブル塾代表の堀影です。お願いします。お願いします。 RWS ドリブル塾の高野です。よろしくお願いします。ドリブル塾のそうです。よろしくお願いします。お願いします。そうです。お願いします。お願いします。プロカーフット武蔵浦のわけです。お願いします。お願いします。田んぼから来たんですか。今日はこんなメンバーでね、戦いになったと思うので、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、実家人です。あの第1回ハルテンカップということで、ハルテンさんがスポンサーとしてついてくる大会なので、優勝したチームにはハルテン豪華賞品ついてきますし、今回マキヒカチーム、YouTuber のマキヒカチームも参戦してくれるということで、はい、結果も求めつつ、そしてサッカーを楽しんでください。今日は頑張ってください。よろしくお願いします。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 じゃんけんほい。あ、1個でしょ。なんで負けたか明日まで考えておいてください。わかりました。ゆうた楽しみにしてる。
ガチでいこう。まだ引き分けなんでチャンスあります。被災地へのメッセージとか出すのにお前こんなん出すな。そうだ、アメリカのテロリストや三脚のすぐ呼んで気持ち悪い。ゴールパフォーマンス出すな。報告部ワールド戦の本田ですよ。出すな。間違えた、韓国戦やった。
すごい素晴らしい素晴らしい素晴らしい。今3対0なんでこのまま引き続き行きましょう。行きましょう。ちょっと俺キーマンに変わっていい？どういうこと？ちょっとキーマンに変わっていい？キーマンおる。変わっていい？ちょっと任せてください。あ、すっごいわ、いいわ。相手ボールから始まりました。いいターンです、いい、今のすごいいいターンですね。きた、いや、遊んでるね。ちょっと俺には、俺に悩んでないのって顔をしよう。まあ通じないです。早かったなと思ってないですか？いやいや、相手だから。どうですか、どうですか、どうですか。あの相手、うわあ、見ました、実況者だって。あ、やらなかった。あるのか、射程があるのか。やばい。いいバス。うわーい。うわー、抜かれてる。うまい。ちょっとやばい。おー、いい。おい、やっとやんけ。やっとやんけ。ほんでゴールパフォーマンスダサいねん。あれ、マキヒコはじゃあなんであれ体あんな強いですか？あいつ日頃軽トラと体当たりして練習してるって僕聞いたんで。サボりましたね、今彼。ここで取り返す、ここで取り返すのか、彼。相撲稽古しておいた。シュートじゃん、シュートじゃん。あれちょっと、あれでもあんなステップであんな頭空いてるんですね、彼。しゃあしゃあ。一応、2戦目が勝ちましたんで、まあチャンスはあります。チャンスある、ね、ただ、さっき膝がなくなってた少年点取りました。少年早く、ありがとうございます。点取ってからほんまほぼノーステップのシュート決めかったり入ってなかったけど。3戦目いきましょう。